阿佐ヶ谷新明宮は、東京都杉並区阿佐ヶ谷北にある神社。ご祈祷として、阿佐ヶ谷新明宮唯一八男女祈祷を行っている。レース型ブレスレットお守り神結びや、刺繍入り御朱印、山が重ねなどを反布している。アマテラス大臣を主催神に、月読み命、スサノーの命を廃止する。研究元年頃の創始と伝える。土豪、横井兵部が、 伊勢神宮に参拝した際に、神の霊事を受け、宮川の霊石を持ち帰り、神明宮に安置したと伝えられ、この霊石は今もご神体として祀られている。霊石は石棒であると言われる。完成十二年に表された江戸名所図によると、日本穂高が統制の木と阿佐ヶ谷の地で休息し、後に、御事の武功をしたった村人が、旧社地に一社を設けたのが、始まりとされている。 当社の別当時だった世孫院の住職、議会の時代に現在地に移転したと伝わる。江戸時代から庶民の信仰が厚く、その一端を示す、内藤新宿中下旅老中中中屋中の文字が刻まれた文政十一年の同棲の三本見て蔵が奉納されている。明治七年に新名社、冷枝社、北野社を講師して天根祖神社とした。 1990年より、明治以降、天祖神社と変更されていた社号を、江戸時代からの名称である、神明宮に、また称。2009年秋に、平成の大改修を終え、神明作りの御殿、神門、新しい祈祷殿、能楽殿などが誕生。神結びというレースブレスレット型お守りを、反布している。2014年秋に、公安、 2015年1月より反布を開始。山ガ重ネという日本の伝統技術である、美ノ和紙と繊細で優美な刺繍を重ね合わせた五種印風を反布している。2019年1月より反布を開始。ありがとうございます。